みんなね、こういう時はね、ハイボール飲んで、ウィー。シルクは牛乳が大好き。ん？うまい。今日こちらの牛乳と一緒に食べる商品をご紹介いたしましょう。デン東京牛乳ラスク。東京限定だそうです。ラスクに使用している牛乳は 100% 東京牛乳です。これを一回も噛まないで言い切ります。多摩酪農家発、噛んだのでやめます。東京多摩地区の牛乳で作りました、東京地区限定発売と、書いてありますね。14枚入り、2枚入りが7袋入ってるそうです。これね、近くのね、自分家の、まあ近くのコンビニに売ってたんですけども、僕ラスク好きなんですよ。まあラスクっていうと、なんかパンに砂糖とか牛乳をこう染み込ませたみたいなやつをこう固めたやつね、カリッと揚げた感じのやつ。オープン。うわあ、うまそう。うわあ、じゃこんな感じで丁寧に入ってる。これ500円ぐらいします、この東京ラスク。東京の人なのに東京地区限定と書かれたものに手を出さないでおけるか。食べる。これ食べてみよう。美味しそうだね。買った。あ、いけた。これね、甘くて美味しいんだよ。これはまだ食べたことないけどね。いただきます。あ、うまい。これうまいぞ。私はね、ラスク食べながら、ハイボール飲んで、ウィーン。やべ、なんかチャンピオンのロゴみたいになった。あ、牛乳の味もしっかりするね。これを飲んでるとかじゃなくて。私はラスク食べて、ウィーン。やべ、気持ち悪くなってきた。あー、牛乳飲みすぎたか。うまい。これいいな。500円でも買うわ。美味しい。これがあと14万でしょ。これはいいな。ごちそうさま。は、あ、もういいな、もういいな、もういいな。ウィー。ミルク飲んだら白ひげ。いい牛乳の味がするよ。ただ残念なのはね、この多摩地区のやつ、東京牛乳、まあ多分この商品があるんですね、東京牛乳ってやつ。今回僕飲んだ牛乳はね、味わい頼りです。ここもしっかり合わせればよかったね。ただいい牛乳の味がして、牛乳とめちゃめちゃマッチしてました。この残ったやつはね、後で美味しくいただきます。本当にうまそう。うまそうじゃない。もう食ったからわかる。うまい。では、アデュー。